皆さんこんにちは。朝ほどはちょっと雨がパラパラとしておりましたけれども、おかげさまで全くのいい天気に今なりました。どこに行っても晴れ男でございまして、大体僕がいる時には晴れるということで、ゴルフ行く人たちには大変喜ばれるというところがあるんですが、今日は室内で、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。日本の建国ということをなぜ学ばなければならないのかというあたりからお話を進めていこうと思うんですけれども、そもそもその建国の理由を学ぶ理由は、学ぶのは何のためかっていうと、日本人としてのアイデンティティをしっかりと見つけたいということであるわけですね。で、アイデンティティって何なんだっていうことで、アイデンティティのその、学会での役っていうのは自己同一性というふうに言われています。でも自己同一性って言われて、一体それどういう意味かって分かる方ってほとんどいないと思うんですよね。で、究極的に言えば、簡単に言えば国民精神のことを言う、日本人としての精神のことを言う。だからしっかりとしたアイデンティティを持とうねっていうのは、しっかりとした日本人としての国民精神を持とうということであろうと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。我々今日本に住んでるわけです。で、日本が嫌いだとかいろんなこと言う人いますけれども、でもここが今日本という国である以上、日本という国ができた時があるはずですよね。何かあってここを日本国という国にしようという動きが過去においてあったから、だから今我々は日本人でいることができるわけです。その日本という国ができた時のことを学ぶ、要するに日本建国の原点を学ぶということが必要だと思うんですけれども、世界に今国連加盟国だけで198カ国があるんだそうです。国連非加盟国を含めて212カ国があるんだそうです。この世界212カ国の中のいずれの国においても、自分の国がなぜ生まれて、なぜ自分たちはそこに国を持っているのかということを、これ小学校のうちに必ず、これは学校で学ぶだそうです。例えばアメリカ合衆国であれば自由を求めてイギリスから独立をした。その時に俺たちは独立戦争もやったんだ、俺たちは自由を求めてこの新大陸にやってきたんだっていうのが、これがアメリカにおける建国の理念になってるわけですよね。で、当然アメリカの独立記念日っていうものもある。おそらくほとんどの日本人がアメリカ合衆国の独立記念日は7月4日であり、そしてどのような歴史がそこにあったのか、アメリカがどうして出来上がったのか、ほとんどの子供たち知ってるし、ほとんどの日本人は分かってると思います。じゃあ日本という国はなぜ生まれたのか、どういう理念で誕生したのか、日本の建国宣言ってどういうものなのか、これ学校で全く教わってないですよね。アフリカの新興国であっても、やっぱりまだできて10年20年しか経っていないような国であっても、小学校ぐらいのうちに自分たちはどうしてここにこういう国を作ったのかということを必ず学びます。なぜか世界で唯一日本人だけがこれを学んでいない、大変もったいないことだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。今画面に出ておりますところに国民精神っていう、文字がありまして、その横に四季島の大和心を人とはば朝日に匂う山桜花とか書いてあります。このような美しい心得というものを持ったものが日本精神であるとするならば、その日本精神がいかなるものか、また建国宣言というのがどのようなものであるのかということは、やっぱりしっかりと学ぶ必要があるんではなかろうかと思うんですね。でも学校で教えてくれません。学校では今終身教育というのが禁止されておりまして、時々道徳教育を復活させようっていう動きが起こったりします。で、なんとか道徳教育が今復活するような動きにはなってるわけなんですけれども、それでも道徳教育っていうのは価値観の押し付けだからよろしくないという左の人たちの声が意外と大きかったりします。で、なぜ左の人たちのそんな声が大きいのかというと、実は道徳というこの言葉、文字をよくご覧いただきますと、
道と徳という漢字になってます。で、徳っていう漢字なんですけれども、この徳という漢字って、もともと、まあ今使われているのがこれ、旧字がこちらですよね。で、もうちょっと古い字になりますと、この横棒一本のところにもう一本縦の棒が入っておりまして、こうなってます。ここに鍵があります。で、この文字って、ここに漢字の目を横倒ししたようなものがくっついてますけども、これ横目って言いまして、もともとは立っていたんです。まっすぐな心。徳とは何かというと、まっすぐな心で、行人弁は行進曲で行くという感じ、つまり、進むということを意味しますので、まっすぐな心で進むことを実は徳というふうに言いました。だから、徳って何ですかって聞かれてもなかなか分かる方いないんですけども、徳っていうのはまっすぐな心で進むことなんだ。で、ということは道徳とは何かというと、まっすぐな心で進む道を意味するということが分かるわけですね。で、ということは道徳科という科目は、どういう科目かといえば、まっすぐな道とは何かを明確に指し示すということになってくるわけです。そうすると、左の人たちが言う、それは子どもたちに対する価値観の強制じゃないかっていう反論が出されて、この反論に対してまともな回答ができなくなってしまうというジレンマに実は陥ります。だから戦前戦中までの我が国の教育では道徳という言葉は用いなかった。修身という言葉を用いてました。で、修身とは何かというと、これ身を治めると書きます。で、どうすれば身を治めることができるのか、生徒に考えさせ行動に結びつける。そもそもこの修という漢字の成り立ちを見てみますとね、この上のここっていうのは僕っていう、これあの音符です。で、ちょっと拡大しますね。これは髪の毛の象形です。豊かで艶やかな髪の毛の象形で、これが横から見た人の象形で、これが右手で、上が僕という音符で、水、つまり水で艶やかな、水で髪の毛を清めて艶やかにする。美しい、要するに髪の毛を洗う。もっと言えば、もっと簡単に言うならば頭を洗うこと、まあ、頭だけではなくて心を清めるということで、身を清め、心を清め、心身を磨く、修身、身を洗う、身を磨く、身を清め、心を清め、心身を磨くというのが実は修身という言葉の意味になります。身を治めるということですから、要するに体を磨くわけですから、どうすれば身を磨くことができるのか、どうすれば心を磨くことができるのか、それを生徒たちに自分で考えさせる。で、行動に結びつける。そのためにさまざまな偉人の逸話、二宮金次郎はこうやって頑張ったんだよ、徳川家康はこうやって頑張ってきたんだよといったような、まずは物語を子どもたちにしっかりと聞かせ、その上で、じゃあ君だったらどうするんだということを考えてもらう。これが実はもともとの修身という授業であったわけです。で、この修身という授業が禁止されました。いつ禁止されたかというと、 GHQ が入ってきた時、年代は昭和20年です。昭和20年に GHQ が入ってくるや否や、いきなり禁止されたのが実は修身だったんです。昭和20年、この時に教育指令というものが GHQ から発せられました。教育指令は第1から第4まであります。第1から第4までどのようなことが書いてあるかというと、まず第1指令、総理大臣などが神社に参拝するときに、まさかき奉納は私費で行うこと。これ今でもそうですよね。この間高市大臣が靖国神社に参拝をした。そしたらメディアの人たちが、どうして高市大臣は靖国に参拝したんですか、まるで靖国神社に参拝することが犯罪でもあるかのような言い方をしてました。ですよね。なんでそんなことするのかというと、実はこれ GHQ の指令なんです。で、これに逆らってると言って未だに文句言ってるわけです。昭和20年の話です。1945年の話です。今から何年前ですか。78年、今年になるともう79年になりますけれども、79年も昔に
GHQ が日本を占領するために決めたこんなものを、いまだに御所を大事に守りながら、閣僚が靖国神社に参拝するのは、けしからん。で、それに対する役人の答弁というのは、ある程度腰の座った方でも、いや、大臣としてではありません。あくまでも公費ではなくて、私費で参拝したんです。それでも文句があるんですか。いや、国務大臣が、ね、閣僚が、靖国神社に参拝して何が悪いんですか。よその国が文句言うからって、そんなものは内政干渉じゃないですか。で、それが文句言われるってのは、これ、まさにこれなんです。第一指令。次、第二指令。政策が字が間違ってる。GHQ の政策に反する教職員や官僚の公職からの追放。これ23万人が追放されました。昭和20年です。このことを考えるときに、アメリカは日本を占領するのに際して、誰と誰と誰と誰、合計23万人分、追放する人のリストを前もって作っていたところですよね。ですよね。だって、リストがなかったら追放できないじゃないですか。リストを作っていたということは、もう日本占領したらどうやって日本解体するかというところまで、まだお互いにドンパチやってる間から彼らは日本の占領政策を考えていた。やる気満々ですよね。逆に大日本帝国の側、つまり我々の側が日米の戦争に日本が勝った時に、アメリカをどうやって占領するのか、アメリカをどうやって解体するのか、そんな風なものを我々日本の側が何か一つでも考えていたのか。何にも考えてないでしょ。これどういうことかというと、日本は自衛のための戦いをやっていたってことです。アメリカを占領するための戦いではなかったってことでしょ。で、そういうことは、こういうものをちらっと見ただけでも、もう明確に見えてくるわけです。第三指令、国家神道や神社神道への政府の保障や支援、保全の禁止。これが第三指令。これによりまして、官庁だった神社庁は民間に落とされました。今でも神社庁という名前は残っておりますけれども、あれは今の神社庁はあくまでも民間の機関です。政府の機関ではありません。これもこうなっちゃった。で、これこうなったおかげで全国の神社だいたい15万8000社ぐらいあるんですけれども、そのうちの7割ぐらいが今破産しなければならないぐらいの経済的な危機に直面しています。大きな木もあるんです。土地も広いんです。その大きな木があり、広い土地があり、そこがしっかりと維持できなくなっている。ちなみに愛知県のすぐ隣に三重県があります。三重県には伊勢神宮がありますよね。お伊勢様といえば20年に1回式年遷宮が行われるじゃないですか。ご存知ですよね。この式年遷宮のために毎回お伊勢様ではたくさんの寄付を募って、民間の寄付で今、式年遷宮を行ってますけれども、実は歴史を通じて、お伊勢様の式年遷宮というのは、これは時の政府が全額面倒を見てきたんです。奈良平安の昔は朝廷が全額費用を出していました。室町時代ですとか、あるいは江戸時代、鎌倉時代は、幕府が全額費用を出していました。これが政府が全くお伊勢様の式年遷宮の費用を出せれなくなったっていうのが我が国の歴史の中で2回だけあります。一つ目は国が荒れた戦国時代、およそ100年の間式年遷宮ができなくなっちゃいました。なぜならば当時は国が荒れて朝廷も全くお金がない。だから式年遷宮のための費用を出すことができない。結果、式年遷宮自体が行われないということが起こってしまいました。で、実はこれを復活させた人物が織田信長のお父さんです。信長のお父さんは大変に信仰心の厚い方で、お伊勢様の式年遷宮がこれがきちんと行われないというのは、これはもう全くもって悲しいことだということで、で、信長の親父さんが全額当時式年遷宮の費用を出したりしています。で、今でも式年遷宮がちゃんと続いているのは、ある意味信長の親父さんのおかげということにもなるわけですね。
そういったふうなものがあったのが戦国時代。我が国の歴史の中でお伊勢様の式年遷宮が国費で行われなかった時代、もう一つあります。それが先の大戦からこっちの現代です。現代日本です。現代日本は全くその費用を出しません。ということは、今の日本というのは国が荒れた戦国時代と同じぐらいひどい状態になっているということだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。なんとかしなくちゃいけませんよね。これが第3指令で、第4指令です。この第4指令でここにあります。 GHQ は我が国の教育から終身国史、国史って歴史のことです、地理、この3つの授業を無期停止としました。ご存知と思いますけども、あの終戦後にですね、学校の教科書が墨で塗られたということあったじゃないですか。なんで墨で塗られたかって言ったら、要するにこれなんです。終身国史地理の授業が無期停止になったがために、教科書を墨で塗らなくちゃいけないような状態になった。そこでいつまでも教科書に墨を塗って真っ黒けにするわけにいかないので、あの墨塗りってすごいんですよ。挿絵の中に日本の兵隊さんの絵がある。その兵隊さんの絵も墨ですからね。徹底してたんです。でいつまでもそんな教科書を子どもたちに使わせるわけにいかないということで、昭和22年に当時の文部省が終身歴史地理教育を廃止で、社会科を新設するというふうに文部省が通達を出しました。実は今でもこれが守られています。いまだに実は地理教育復活していません。いやそんなことはないよと、俺学校で地理っていう授業あったよって思う方もおいでになるかも分かりません。ではここは安城市ですけども、安城市はどうして安城という名前なんでしょうか。あるいは東京に世田谷区があります。結構な人口がいます、学校もいっぱいあります。世田谷区に住んでいる人たちがどうして自分たちが住んでいるここは世田谷区という名前なのか、知ってる子供いるんでしょうか。要するに昔の地理っていうのは自分たちが住んでいるこの町の名前の由来は何なのか、どうしてそういう名前がついたのか。名前があるってことは理由があるわけでしょ。理由があるから名前がついてるわけですよね。だから町の名前、川の名前、橋の名前、それぞれの名前の由来をしっかりと学んでいく。いろんなことをどんどん知っていく。地元のことを、地域のことを知れば知るほど人間っていうのは面白いもんで、その地域のことが好きになるんです。例えばカメラが好きな方であれば、カメラの F 値がどうのこうのとか、もうなんだかもうすごい詳しいですよね。あるいは釣りが好きな方であれば、テグス釣り糸が釣り糸の 何番の釣り糸で、釣り針は何番の釣り針を使っていて、でこの針で、獲物を釣り上げたんだ、それはすごいって、あの素人が聞いても全然意味不明の、あのちんぷんかんぷんな会話にしか聞こえない。人間というのは面白いもんで、知れば知るほど好きになるし、好きになればなるほど相手のことを知りたくなるということがあるわけです。だから地理っていうのはその意味では郷土っていうものを愛する心を養うということのためにかなり詳しく授業が行われていた。この地理教育の伝統ってなんと奈良時代まで遡るんです。今はっきり分かっているだけで、奈良時代にはすでにそういう教育が行われていたということが分かっています。日本ってある意味教育大国だったんです、ね、でも今の地理っていうのは、イギリスの首都は何ていう町ですか、はいロンドンです、以上おしまいです。これは社会科なんです。社会科と地理の違い。社会科っていうのは社会人となった時に最低限知っておくべき常識を教える学問です。だから今は令和ですけども、令和の前の言語は何でしたか、平成です。これ知らないと大人になった時に言葉が通じないから、だからそのことを学ぶ。令和の前は平成でした。平成の前に昭和という時代がありました。昭和の前には大正がありました。その前は明治時代でしたっていうことを、これひたすら丸暗記するだけ。丸暗記するだけっていうのは社会科だからです。実は歴史も同じです。歴史も例えば歴史も今でも歴史教育って行われてますよね。行われてるってみんな思ってるじゃないですか。
でもあれは社会化なんです。例えば鎌倉幕府はいつできたんですか。いい国作ろう鎌倉幕府で1192年だよ。これ答えがあるでしょ。皆さん聞いたことないですか。あの理系は理系の学問は必ず答えがある。例えば数学で方程式を解いていったら必ず同じ答えが出る。でも文系っていうのは答えがないから厄介だみたいな話って聞いたことありませんか。でも鎌倉幕府いつできたんですか。1192年です。平安京はいつできたんですか。泣くよウグイス平安京794年です。これ答えあるじゃないですか。文系って答えのない学問なんでしょ。何が違うのか。昔の歴史教育っていうのは1192年に頼朝が鎌倉に幕府を作りましたね。ここまで一緒です。この後が違うんです。なぜ頼朝は鎌倉に幕府を作ったんでしょうか。さあみんなで考えてみようっていうのが実は昔の授業だったんです。これは自分の頭で考える授業です。自分の頭で考える、そしてその意見を発表する。じゃあみんなに5分あげよう。5分間の間に自分のノートになぜ頼朝が鎌倉に幕府を開いたのか、その理由を自分で考えて書いてみよう。で5分経ちました。はい、みんな書けたかな。じゃあ発表しよう。はい、手を挙げて。はいはい、じゃあ山田君君発表して。はい、僕は頼朝はきっと宇宙人に鎌倉に幕府を作れと言われたんだと思います。そうか、宇宙人か。いやこれね、あのバカげた話でも何でもないんです。もしかしたら本当に頼朝は宇宙人に言われたのかもわかんないです。ただ証拠がないよな。その宇宙人に言われたっていうことを示す証拠って何かあるか。証拠がなけ、証拠に基づいて証拠を積み上げていくのが歴史なんだよ。ということは もしかしたら本当はタイムマシン乗って鎌倉時代に出かけていけばもしかしたら本当に宇宙人に言われていたのかもしれないけれども、でもそれは歴史とは違うんだよ。歴史っていうのはあくまでも事実に基づいて、その事実をずっとつなげていって一辺のストーリーにしていくというのが歴史なんだから。はい、じゃ あ鈴木花子さん君はどう。はい、私は頼朝は鎌倉に好きな人がいたから鎌倉に幕府を作ったんだと思います。確かにな、北条政子は確かに、嫁さんの北条政子は確かに鎌倉にずっといるよな。ということは頼朝は愛妻家だったのかもしれないな。うん、正解正解。自分で答えを考えれば正解なんです。だから学校が子供たちにとってものすごく面白いところだったんです。これが歴史。終身はさっき言いました。でそういったふうなものが全部廃止になって社会科になりました。社会科に変わることによってどんなふうな教科書になったのかということをちょっと、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。これ学び者っていうところが出している現在使われている学校の教科書です。共に学ぶ人間の歴史と書いてあります。でその中のページの一部分があるんですけれども、そこを拡大したものがこちらになります。この上のところちょっと読んでみますね。この の首都になってるんで、この前のところ若干補いますと、日本軍は中国の首都南京へ向かって進撃しました。日本軍は食料などの物資を十分には補給されず、現地で調達せよと命令されていました。そのため日本軍が通過する地域の住民は食料を要求され、略奪殺傷などの被害を受けました。日本軍は12月南京を占領しました。この時国際法に反して大量の捕虜を殺害し、老人女性子供を含む多数の市民を暴行を殺害しました。南京事件。日本では南京を占領し合う行事が盛大に行われました。これが文科省の検定をパスして学校の教科書として認められているんでしょうか。歴史だって言うんだったらば、だったらね、日本軍が略奪殺傷したという証拠を出せよと。日本軍がね、日本の軍隊が食料を現地で調達せよと命令されていた、そんな命令書あるんだったら出してくれってとこですよ。
日本のね、あの軍隊で、これ、仙台の方の、師団なんですけども、既婚のおっちゃんばっかりっていう軍隊があったんですね。少し遅れて大陸に上陸するんです。で、ずっと大陸の町を行軍していきますとね、向こうのチャイニーズたちの村があるわけですよ。空母で日本軍が到着する前に大体国民党の連中がやってきて、で村中のものを全部略奪して、食い物からないからみんな持っていっちゃって、もう食い物もないという状態で、もう大変な状態になってる。でそこに日本の家族のいるお父ちゃんたちで作っている師団が行きましてね、何したかというと、日本軍の糧食ってすごい少ないじゃないですか。粗食なんですよ。あんまり食い物十分ないんですよ。そのお米をみんなでちょっとずつ出し合って、みんなでご飯炊いて、ね、現地の村の人に飯食わしてやって、で頑張れよ頑張れよ、普通に1人前しか支給されてないんですよ。朝飯と晩飯しか食えないんですよ、日本の兵隊さんだって。それを1食我慢して、3食のうちの1食我慢するんじゃないんです、2食のうちの1食を我慢して、自分たちが持っているお米の半分を使って現地の人たちを一生懸命食わしてあげていた。これは記録に残ってる事実です。どの辺が略奪殺傷したんだ、おかしいだろうって言いたくなるんですけども、こんなふうなことが教科書としてまかり通ってる。なぜか、理由は簡単なんです。社会科の教科書だから。社会科っていうのは、いつどのような事実があったのか、社会人として必要な知識を得るというのが社会科です。歴史学っていうのは、過去の事実を時系列に沿ってストーリー化する、だからヒストリーと言います。ストーリー化することで思考力を身につける学問。会社でケーススタディ、会社の研修なんかで、業務研修でケーススタディっていうのをやることあると思うんですよね。ケーススタディ、会社の研修で過去にあったトラブルかなんかを例にとって、でこれでケーススタディってやるじゃないですか。その時にその事件が、過去の事件が何年何月何日に起こって、その時の当事者が何のタレベイさんと何のタレベイさんでした、そんなことを覚えたって何の意味もないでしょ。なぜその事件が起こることになってしまったのかという原因を探り、そしてそれに対する対策が適切であったのかどうかということをしっかりと学ぶのが、これがケーススタディでしょ。それをその会社の中の会社の研修で行われているそのケーススタディを過去の歴史に基づいてやっていくのが、実は歴史学という学問分野だったわけです。社会科は違うんです。でここで大事なのが、社会人として必要な知識を得るということなんですけれども、先ほど申し上げたこの教科書、この教科書、ここに書いてある文章っていうのは、これはそのまんま日本の近くにあるどっかの国、名前は言いませんけども、どこぞの国が主張している内容です。どこぞの国が主張している、それが事実か事実ないかは別として、どこぞのよその国が主張していることは事実なんだから、で社会人としてそのことは知っておくべきだっていうのが、この教科書会社の言い分なんです。で教科書を見ると、共に学ぶ人間の歴史と書いてありまして、中学社会歴史的分野と書いてある。歴史の教科書じゃないんです。社会科の歴史的分野なんです。だから別なページにあるんですけども、日本は半島で、その半島の人たちの8割ぐらいの、半島の女性たちの8割を、性奴隷にしたというふうなことがこの教科書書いてあります。女性たちの、もしそれが事実であったとするならば、女性たちの8割ってことは、自分の女房や娘までみんな奴隷にされたってことでしょ。男たちはそれ黙ってたの、黙っていたんだとしたら、よっぽどあんたたちの国の男性っていうのは腰抜けだよねっていう話になるじゃないですか。文科省がそれを検定で合格にしてるのかといったら、社会科の教科書だから。現にそういう主張をしてる国があるでしょ、そのことは日本人として知らないとまずいんじゃないですかって言われたら、検定の文科省の検定官は、ああそうですねって言わざるを得ないんです。ひどいもんです。だから他の教科書会社 の、 中学校の歴史教科書のおおむね半分の 50% のシェアを持っているのが東京成績、
この教科書もご覧ください。上の方、新しい社会と書いてあります。これ社会科の教科書です。こちら日本文教出版、中学社会歴史的分野です。でこんな教育していたらまずいだろうって思いますよね。でまずいだろうってことで、ちゃんとした真っ当な教科書を作ろうじゃないかと言い出した大学の先生方がいるんです。その先生方は新しい歴史教科書を作る会という会を作って、で自分たちで一生懸命ちゃんとした歴史教科書を作ったんです。それがこれです。新しい歴史教科書、社会科じゃなくて歴史の教科書を作ったんです。これはちゃんとしたことが書いてあります。その結果どうなったか、検定不合格。どうして検定不合格なのかって言ったら、文科省が求めているのは社会科の教科書なんです。歴史の教科書じゃないんです。で、社会科の教科書として審査してるわけです。社会科の教科書として検定してるわけです。歴史の教科書じゃないんです。でもですよ、ほとんどの日本人も、あるいは日本の周辺国の人たちも、日本の学校の政府が認めた教科書にこうやって歴史と書いてあったら、誰がどう見たって歴史の教科書だと思うじゃないですか。じゃあ今行われているような、あんな嘘ばっかり書いてるよう な社会科の教科書を終わらせるためにはどうしたらいいんでしょうか。文科省を叩いたらいいんでしょうか。文科省は先ほど申し上げた通り、昭和22年の文科省の局長通達に基づいて今でも検定をしてるんですね。この検定おかしいよと文科省の担当者も思ってるんです。文科省の担当者もこんなことじゃこれ絶対おかしいよねって思ってるんです。思っていても、彼らは行政の役人なんです。決められたルールに基づいてしか仕事しちゃいけないんです。お役所の人間というのはそうなんです。ルールがあって、例えば市役所であれば、市役所の住民課のところに住民票をね、みんなもらいに行きます、ね、その時に住民票を発行する係の担当の人が、そのもらいに来た人の顔が気に入らないから、あんたの顔嫌いだから住民票を発行してあげないって、これできないんです。どんな人に対してもルールに基づいて公正平等なサービスを行うというのが、これが行政の 役所に与えられた役割になります。だから文科省も文科省に与えられたルールに基づいて検定をしているわけです。それを文科省が悪い言う、文科省が悪の根源だと言って問題解決すると思います？じゃあ解決すべきなのは誰なんでしょうか。文科省の役人？違いますよね。国会議員ですよね。国会でしっかりと議論して、議員さん700数十名いますけども、衆参合わせて700数十名の過半数の議員さんの合意を形成して、で多数決で変えるべきだよね、昭和22年の通達っていうのはもう廃止すべきだよねっていうことを決議してもらわないと、この問題いつまでも解決しないんです、はい、ところが肝心の国民の方が先に諦めてしまっていて、もう何言ったってどうせ変わらないんだからって言って選挙にも行かない。いよいよそうすると変わらない、日本の教育はいつまでたってもおかしな方向に行ってしまうということになるわけです。チャイナにしてもコリアにしても、どうしてありもしないようなだよやややや言い続けるのか、あるいはみたいなことをわわわわ言い続けるのか、いろんな理由があります。いろんな理由があるんですけども、その中の一つにですよ、いろんな理由あるんですけども、その中の一つに、自分たちが騒ぐことによって日本の歴史教育は社会科教育だから、俺たちが騒ぐと騒いだ内容をそのまんま日本では教科書に書いてくれると、子どもたちに教えて、で子どもたちに食材意識を植え付けることに成功するんだと。
そうすると何かあったら歴史のことを持ち出して日本人は悪いことやったじゃないかみたいなことを言うと日本人を黙らせることができる、あらゆる商談についてそれを有利に進めることができるんだっていう、これ彼らはそういうビジネス的な思考で日本で主張している部分もあるんです。そういうところもあるんです。変えなくちゃいけないですよね。変えるためには国民自身がしっかりと学んでいく必要があるということじゃないかというふうに思います。そもそもこんなふざけた教育指令、これをなぜ我々日本人が受け入れなければならなくなったのかといえば、当時日本が占領されていたからですよね。昭和20年から昭和27年まで日本は占領されていました。で、占領されていた頃の日本からの海外への輸出品というのはメイドインジャパンって書いちゃいけなかった。ちょっと薄いから見づらいかな。メイドインオキパイドジャパンというふうに書かなければなりませんでした。オキパイドっていうのはこれ占領されたっていうことです。日本語に訳せば占領された日本製、日本から商品を輸出しようと思ったらメイドインジャパンではなくてメイドインオキパイドジャパン、占領された日本製というふうに表示をしなければならなかったんです。そう、これからもう我々日本人はいろんなものを作ってそれを世界に輸出していこうとします。再びオキパイドジャパンなんていう文字をメイドインジャパンの代わりに使えと言われて賛成です、やりましょうなんて思う人は誰もいないと思います。二度とこんなことがあっちゃいけないと思うんですが、皆さんいかがでしょう。もう一つあります。よく日の丸反対、国旗掲揚反対だって言ってる学校の先生とかおいでになるじゃないですか。でも国旗っていうのは必要なものなんですね。これはもともと国旗っていうのはどっから来てるかっていうと、これは商船旗って言いまして、船は世界中の港に行くじゃないですか。その世界の港に入っていくときにどこの国の船籍の船なのかということを明確に旗を掲げて示さなければならないというのが、これが国際ルールなんです。もう大昔からもう1000年以上ずっとそういう状態がついています。でその中にあって日本の船であれば日本の国籍を示す日の丸を堂々と掲げなければならないということになってるわけです。でその日の丸に左の先生方反対してるわけです。ですよね。でも旗がなかったら困るでしょ、旗がなかったら困るでしょ、一体どういう旗にしたいんですかっていろいろ質問していったことがあるんです。三色旗だって答えました。で三色旗って言うからどっかの宗教団体の旗なんですかって言ったら違いますよって言うんです。でどういう旗ですかって言ったら出てきたのがこれです。これ三色旗、この旗、見たことある方います？歴史で見たことある。はい、これ占領連合国統治領日本、連合国統治領日本の旗です。要するに GHQ によって占領されている日本を意味する旗、これが三色旗。要するに日の丸反対だと言いながらどんな旗にしたいんだと言ったら連合国統治領日本の旗にしたいんだって。日本人が占領されたいんだって。そんなこと言ってるのはもう日本人とは言えないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。絶対こっちがいいですよね。白地に赤く日の丸、ね、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい日本の旗は、これ偏本ね、青い空に偏本と広がるこの白地に赤の日本の旗。今日本、実は日本で一番役所で国旗の掲揚をしている、日の丸の国旗の掲揚をしている役所の数が多いのが
なんと愛知県です。愛知県の皆さん方の努力によって、いや、お役所であるんだったら日の丸を上げないのおかしいでしょっていうことを、特にこの被災をしている杉田さんなんかもうずっと、もう20年以上にわたってずっとその活動をしてらっしゃって、今愛知県は日本で一番日の丸が上がる県になっています。素晴らしいことだというふうに思います。もう一つこちら、先ほどGHQ が禁止したという中のチリねの話もしておきます。これご覧ください。両方ともチリの教科書です。こっちが東京書籍、だいたいシェアが 60% ぐらい、こっちが日本文教出版。ご覧いただいて分かります通り、チリも新しい社会と書いてあります。こちらの教科書、中学社会地理的分野だから、地理の教科書ではないんです。地理的なことを社会科の中の地理的なことを教える、だから両方ともただの丸暗記のための教科書になっています。丸暗記が楽しいっていう子ってあんまりいないと思いますよ。だから学校がだんだんつまんなくなってくるなんていうことが起こるわけです。そういう意味で今日冒頭に申し上げましたけれども、日本人としてのまずはこのアイデンティティ、国民精神をしっかりと取り戻していくということが必要なんではなかろうかというふうに思います。そしてこの日本人としてのアイデンティティをしっかりと取り戻していく中において、最も重要なものの一つがこちら、こちらね、建国の御事の祈。日本という国があるということは、すなわち日本という国が建国されたという歴史があるということです。日本という国が建国されたという歴史があるというだけではなく、日本にはアメリカ合衆国の独立宣言にと、独立宣言と同じように、日本にも建国の御事の祈があります。文字数からしたらたったこれだけです。これ全文です。これだけ。後期元年、紀元前660年の1月、紀元前660年の2月1日、後期元年1月1日元旦に発布された御事の祈になります。でこの建国の御事の祈がどこに書かれているかというと、これは日本書紀に書かれています。で今日本書紀は、これはGHQ によって日本書紀、歴史教育が否定された。この否定された歴史教育の中に広告史観といいまして、日本書紀をもとにした神話教育が含まれていました。したがって日本書紀に関する神話教、日本書紀に関連する神話もしくはそれに類する教育は戦後の日本からは全部排除になっています。それどころか奈良時代に、天皇に献上されて、それその翌年からずっと我が国の教科書として用いられてきた日本書紀が、日本書紀がこれが一切合切インチキというふうに見なされるようになりました。だから歴史に関しては中国や朝鮮半島の文献に頼るだけ、それ以外のことはしてはいけないというふうに今はなってしまっているわけです。これもでも随分変わってきたんですよ。ちょうど14、15年前までは全くこの日本書紀に書かれているようなことを言ったりすること自体がもう完全に大学とか歴史学会でもタブーだったんですけど、今はですね、おじさんたちである大学の教授たちはやっぱり相変わらずそういうのに染まってるんですけども、大学受験の受験問題を書いてるのは大体大学でも女子講師クラスの人たちが問題作ってるんですね、受験の。でこの人たちって、ま、年も若いわけです。でジジイのジジイのって言ったら申し訳ないんだけど、年寄りの教授たちが言ってることもう納得できない、日本には日本の歴史がちゃんとあるじゃないかみたいな考え方をする若い人たちが今大学受験の問題を作るようになってきてるので、受験問題が随分今変わってきてます。
まだ日本主義が採用されるということまで言っちゃうと、上の教授から潰されてしまうという状況がついてるんですけども、それもあと 4,5 年じゃないかと思います。日本はちゃんとした歴史教育を大学受験からどうやら取り戻すことができそうな状態に今なってきてるっていうのはちょっといいニュースかなというふうに思います。で、この今ちょっとややこしい言い方したんですけど、後期元年の建国の御事の乗り方されたのが後期元年、つまり我が国の元号、旧暦でいうと後期元年の元旦です。1月1日です。で、西洋の暦、太陽暦でいうと紀元前660年の2月11日になります。ちなみに、今年、今西暦2024年なんですけれども、これが旧暦でいきますと2月の10日が元旦になります。で、さらに易学って言いまして、占いなんかの世界ですね、あれでいきますと2月の4日が変わり目になります。まあ、だから暦っていろいろあるってことですね。で、こういうものを学んでいくっていうことについてなんですけども、まあ、これもですね、よく言われるんです。そもそも神武天皇なんていなかったんでねえの。神武天皇がそもそもいなかったんじゃないの。それ言い出したらキリがないんですよ。織田信長って実在したの。いなかったんじゃないの。徳川家康って本当にいたの。いなかったんじゃないの。だって今現代を生きてる人で家康に会った人誰もいないんだもん。ただ実際に記録がある、そして記録があるだけではなくて血のつながりっていうのは少なくとも じいちゃんばあちゃんぐらいまでみんなちゃんと分かるわけですよ、ですよね。それがずっと連続してるという、その連続性の中で実際にご存在されたんだっていうことを判断していくしかないわけです。そもそも神武天皇が実在したのかどうか、あるいは神話は事実か作り話か、あるいはね、これもよくあるんですよ。どの神話が正しいのか。日本書紀に書いてあることはインチキで、古事記に書いてあることが正しい、あるいは古事記も日本書紀もインチキで、発末体に書いてあることが正しい、あるいは日本書紀も古事記も発末体も全部インチキで、宮下文書に書かれているものが正しい、あるいは竹内文書に書かれているものが正しい、俺のところは正しくて他はみんな間違ってるんだ、こういう考え方する方割と多いです。でもですよ、例えば天照大神様っておいでになりますけども、天照大神様を例えば発末祭ですと天照という男性の神様であったというふうに書かれていますね。で、古事記や日本書紀は女性の神様で天照大神様という書き方をしています。古事記は天照大神様、日本書紀は天照大神と書いて、天照大神というふうに読みはそのように読むというふうになっていますけれども、どちらが正しいのか、天照大神様は男だったのか女だったのかっていうことについてすごくこだわる方もおいでになります。こだわり、人がこだわりを持つということはとても大事なことだとは思います。ただ会った人いないんですよ今。会うことできないんですよ。いや、もしかしたら本当に会えるかも分かりませんけど、それは生きてる間は無理なんですよね。僕らが死んだらもしかしたら魂になってお会いすることができるかも分かりませんけども、今無理じゃないですか。だから男なのか女なのかっていうこと、どちらに書いてあることが正しいのかということが大事なんではなくて、そもそも古事記は何を伝えようとしたのか、日本書紀は日本の何を伝えようとしたのか、発末体は日本の何を伝えようとしたのかという、書いたものっていうのは全部書いた理由があるわけですから、その書いた人が何を伝えようとしたのかということをまずはしっかりと読み解いていくということが大事なのであって、どれが正しいかとかっていうのは実はあまり意味がない。そのことがはっきりと分かるのはタイムマシンが発明されてから後の話になります。だから我々にとって必要なことはあくまでも古代の人たちが後世に何を伝えようとしたのか。身近な例で言うならば、亡くなったね、死んだじいちゃん、自分のじいちゃんがもう今はこの世にいないけれども、でもじいちゃんが孫の自分に本当に一番人生を通じて伝えたかったことって何だろうな、あるいは
自分がこの世を去るときに子供たちに、孫たちに、あるいはひ孫たちに、これだけはお前たち覚えておいてくれよ、これだけは知っておいてくれよって一番伝えたいことって何なんだろうか、そこをしっかりと読み解いていくということが大事なんではなかろうかというふうに思います。ということでこの建国の御事りを読んでいこうというふうに思います。先ほど申し上げました、こちらのこの漢字ばかりで書いてある原文、この漢字ばかりの原文がこの今画面に出ております下の赤いところ、この赤い文字です。で上が読みになってます。で建国の御事りの読みっていうのはいろんな読み方があります。今までこれまでにもいろんな資料でものすごく難しい、もう文語帳とでも言いますか、すごく難しい読み方をしているものもあったと思います。ただ日本の文書っていうのはこれは先ほどのこのこっちもそうなんですけど、ここでね読みやすいように丸とか点とかつけてるじゃないですか。もともと丸も点も日本語の記述にはなかったんです。明治の初め頃西洋の人がやってきて、で日本語の文章っていうのは漢字かなまじり文であっても、漢字ばかりの文章であってもかなばかりの文章であっても点もなければ丸もない。俺たちの国にはピリオドとカンマというものがある。でも日本語にはそれがない。だからどこで切れるのかさっぱりわからん、切れ目がわからん。だから日本語の文章にもピリオドとカンマつけてもらえないかという要求がありまして、で、時の政府がじゃあ日本語の文章にも点とか丸を打つようにしましょうということで始まったのがこの点と丸の制度になります。で明治の初めぐらいまでは点もなければ丸もないんです。そういうものを書くという習慣自体がなかったんです。で実は今でもですね、行政の文書、政府が発行する行政文書ってありますよね。あれをご覧いただきますと点とか丸使ってません。ピリオドとカンマ使ってます。だから政府の通達とかあるじゃないですか。でそういうふうなものをこれもネットでいくらでも見ることができます。日本国憲法の条文もそうです。日本国憲法の条文点とか点とか丸が打ってあったらそれは誰かが書き加えたものでしかありません。全部ピリオドとカンマです。そういうふうになってます。つまり外国の影響下にあるということですね。でもともとその点もなければ丸もないということは文章がどこで切れるかわからないんですけども、実は昔の人は文章を七五読みをしていたっていうのがあって、全部五七五七五七で読んでいきます。で最後七七となったところで一旦文章が閉まります。だから五七五七のところが点なんです。で、最後七七のところで丸が入ります。そういうふうに文章が作られていたという。まあ、こういう習慣がありまして、まあ、時々字余りがあるからややこしいんですけれども、今上に書いてあるのはこの建国の御事りをあえて七五読みにしたものになります。これでちょっと読んでいきたいと思います。我ひむがしを打ちており、ひむがしを打ちておりっていうのはこれですね。統制、いわゆる神武統制というやつで、神武統制っていうから神武天皇が大軍を率いてこれ進めーわーと言って、なんかまるで軍勢を引き連れて、こう武力を示していたかのような感じで受け取る方がいるんですけれども、この正という漢字ご覧いただいたら分かるんですが、正しきを行うという意味になります。だから神武天皇は九州の宮崎を出発されて東に向かって正しいことを行うために進んでいった、まあ、読みは我ひむがしを打ちておりになります。でここに武蔵となりに至り、宮崎を出発してから6年経ちました。スメラギの雨の意を頼み、スメラギの雨の意っていうのは天照大神様のご意向を頼みとして、あだ討つために赴かむ、悪い奴らをやっつけるためにやってきました。ほとりの国は清まらず、まだまだ周辺の国というのは清まっていないけれども、残るはそして残る災いしたけどもね、残る災いっていうのはこの妖怪の妖という感じ使ってます。打ちつくりには騒ぎなし、というふうに書いています。で孫、そこで真心込めて大いなる開き広める都を作るというふうに書かれています。
ここで真心を込めて大いなる開き広める都を作るというふうに書かれているのですが、この都というのが現代人が都と聞くと京の都とかフランスの都パリとか、あるいは日本の首都は東京ですとか、ああいったような国の首都のことを都と言うというふうに現代日本人は思ってますけれども、神武天皇の時代にはまだ首都という概念がなかった時代なんです。じゃあここで言う都とは何かというと、大和言葉というのはもともと一字一音一義といいまして、一音ごとに意味がある。みっていうのは大切なという意味です。だから屋っていうのは屋根がある建物のことを言います。子って実は米蔵のことを言います。つまりみや子というのはみ、屋、屋が屋根のある子、米蔵、屋根のある米蔵に継承の実をつけたのがミーヤー子になります。米蔵を、だから、ま、ここに真心込めて大いなる開き広める都を作る、米蔵を作るというふうに神武天皇は述べているわけです。で、その前にここにほとりの国は清まらず残る災いふさけどもという表現があったんですけれども、ほとりの国は清まらずっていうのが、要するにまだこの縦穴式住居に住んでる人たちが、縦穴式住居に住んでる人たちのことを言います。縦穴式住居っていうのは地面を1メートルぐらい掘って、でその上にこの三角の屋根をつけるんです。で、どうして地面を掘るかっていうと、地面を1メートルぐらい掘ると夏は地面が土が冷たくて涼しいし、冬になると地熱であったかいんです。つまり天然のエアコン付き住宅なんです。これ古い昔の、まあ、ある意味素晴らしいですよね。で、非常に住み心地がいいという特徴があるのですが、ところが田んぼ作るようになると、稲作をして田んぼ作るようになると、この地面の高さにまで水を張ることになるわけです。そうすると地面を1メートルぐらい床掘ってある縦穴式住居っていうのは、水よりも水面よりも田んぼの水面よりも床の方が低いわけですから、水が染み出してきてジメジメしちゃうんです。で、これじゃあ住みづらいよねっていうことで、稲作が始まると建物がこう変わっていきます。高い床式になります。そしてこの高い床式の建物が同時に米蔵になります。米蔵っていうのはお米を保管しなくちゃいけないので、ここにこういう出っ張りがあります。これネズミ返しと言いまして、ネズミが中に入らないようにしてる。で、この高床式の建物の中にお米を保管するようになるんです。で、じゃあどうしてミーヤー子米蔵が大事なのか、どうして米蔵が大事なのかというと、冷蔵庫の中、神武天皇の時代ってまだ冷蔵庫がないんです。冷蔵庫がなかった時代に常温で5年10年と保管できる食料って実はお米しかなかった。お米だけ。だって大根だってナッパだって5年持たないですよ。いくらおしんこにしたって10年持たないですよ。ところがお米はこの玄米の状態 で置いとくと、俵に入れて置いとくと20年経っても食えるんです。お米って白米の状態だとそんなに日持ちしません。やっぱり傷んじゃいます。それからもみ米の状態、この状態でも日持ちしません。なんでかって言ったら発芽しちゃうから。ところが玄米の状態だと20年経っても食えるんです。冷蔵庫がなかった時代、そして日本列島って考えてください。台風毎年やってくるんです。何年かに1回は地震もあるんです、ね、あるいは山火事だってあるわけです。大雨が降れば土砂災害が起こるわけです。日本列島って天然の災害の宝庫じゃないですか。一生懸命お米を作っていても、いつ何時災害によってその田んぼが全部流されてしまって食い物が手に入らないという状態が来るかわからない。今年の収穫がなければ来年1年間食うもんないわけですよ。だとしたら、ね、お米を常に取っておく。
1年分じゃない、2年分取っておくんです。今年できた新米、それから去年できた古米、この2年分のお米というのは取っておく。そして3年経ったお米、古米って言いますけども、この3年経ったお米がつい昭和44年までは標準化学米として、いわゆる配給米とか標準化学米という名前で一般の食卓に上っていました。江戸時代、必殺仕置き人 の中村門戸、30俵二人淵ということになってますけども、この30俵二人淵の武士の俸禄というのは古米で支給になってました。新米とか古米というのは食べるもんじゃなかったんです。常に常時2年分のお米を備蓄しておくっていうのが日本の仕組みになっていました。どうして2年分か、5合5民で半分は村で蓄えていく、出来上がったお米の半分は村で蓄える、残りの半分は地元のお役所とそれから国で分散して蓄えておく。そうすることによって村全体が水害にあって田んぼが全滅して米蔵まで一緒に流されちゃっていうことがあったとしても、その例えば安城市なら安城市、あるいは愛知県の県庁でちゃんとお米保管してる、しかも半分のお米を、年間の収穫高の半分のお米を2年分ってことはまんま丸と1年分を保管してるわけです。そしたらどんな災害が来たって食っていくことできるじゃないですか。これすごい生活の知恵だと思いますよ。でこれを実は神武天皇はこの建国宣言でやっていってるんです。それまでどちらかといったら狩猟採生活で海で魚を取って暮らすということが日本人としては主流でした。でもそれだけだったらば、いざ災害が起こった時に困るだろう。面白いことに天然の災害、地震にしても、あるいは火山の噴火にしても台風にしても、その自然の災害、恐ろしいですけど、台風なんかも大型台風なんかやってきたらもう窓ガラスはガタガタ揺れるし、 大風が吹くと家もグワーンなんて揺れたりするし、高層マンションなんかはもうマンション自体がこんなになって揺らいだりしますから、台風も恐ろしいですけど、でも台風によって、あるいは地震によって命を失う人の数って割と少ないんです。例えば今回の元旦に起こった能登沖地震でも、能登沖、あの辺りに住んでいる人たちの半分が死んじゃったとか8割が死んじゃったってことないですよね。意外と災害に対して人間は頑張って生き残るんです。だからとにもかくにも何とかして災害の時には、例えば津波がやってくるということになれば、津波に流されないように山に避難して命さえ流れることができれば、絶対に食うには困らないようにしていこうっていうのが、これがもともとの日本、災害の多い日本で生まれたシステムになります。これをやっていこう。だから村なんかですとね、よくお米をじゃあどこに蓄えるのかって言ったら、平地に米蔵作ったって大水の時流されちゃいますから、小高い山のてっぺんに米蔵を作ります。で米蔵のに蓄えたお米を誰に守ってもらうのが一番いいか、ずっと見張りを立てるわけにいかないです。じゃあやっぱり神様に守ってもらうのが一番いいだろうということで、米蔵の手前に拝殿が作られる。だから多くの神社が拝殿の裏側に奥の院ってありますよね。あの奥の院ってもともとは米蔵だったところであったりもします。ということで、この最初の文章戻りますけれども、真心込めて大いなる開き広める都、米蔵を作る。その米蔵に今お米を運びたる若き蔵、若い人たち、その若い人たちの民の心は素直だ。でまだ穴を巣として住まう、縦穴式住居に住んで狩猟採生活をやっている、稲作をやってない人たちもあるけれども、聖の祝詞をそこに立て、常に断り従えば忌み時期民に利のある。神武天皇が俺が儲けよう、自分が儲けようとか、自分が贅沢しようとか、自分が権力者になりたいとか、そういうことじゃないんです。民衆にとって利益がある。民衆がどんな何があっても食っていくことができる、そういう国を作っていこうとする忌み時期民に利のあるに、聖の技に妨げもなし、みんなにとって良いことするんだから、
そのことについての妨げなんていうのはないよと、いうふうに述べられています。そして続き、こうしてお米を作るために山や林を払いては宮や室屋を納めつつ、宮っていうのはさっき言いました、米蔵ですね、を納めつつ宝の位慎みて大きもといをもって進まん。宝の位というのは天皇の位です。その天皇の位に慎んで登りましょう。そしてその時に大きもといをもって沈まんというのが、これがですね、このように書いています。もてちんげんげん、これもともとをもって沈める、もともとをもって沈めるっていうふうに言います。もともと大切なことが一番大事なことなんだよ。人の世において大切なことというのはもともと大切なこと、これお伊勢様に行きますと、もともとをもととすという言葉になります。もともと大切なこと、今目先の利益がどうのこうのじゃなくて、もともと大切なことは何なんだろうね、それが一番大事なことなんだよ。で、神はすなわち空の神、授けたまえ一徳の国、我が日本というのは神様から授けていただいた徳の国なんだ、徳の国なんだ。徳の意味 は今日冒頭に申し上げました、まっすぐな心で生きることができる、誰もがまっすぐな心で生きることができるっていうことの幸せ。西洋でも東洋でも世界中多くの国が国では一般の民衆がまっすぐな心で生きようと思ったって生きることができないんです。奴隷なんです、一般の民衆は。でしょ、自分はまっすぐに生きてんだ、一寸の虫にも五分の魂っていうもんがあるんだみたいなことを思っても、上に立っている権力者がやがましいお前は出てけって言われたら出てくしかないんです。出てくどころか命まで捉えてしまうということになるわけです。あるいはむちゃくちゃな刑罰を受けることになるわけです。日本はそうじゃなくて、誰もが豊かに安心して暮らすことができるように、何よりも民衆が安心して暮らすことができるように、それって人類の理想だと思いませんか。そんな理想を今から2700年もの昔にしっかりと打ち立てて、それを国家の根幹の、ね、建国の理念にした。このような素晴らしい建国の理念というのは現代の世界中どこ探したってないと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。そして下に養うスメイマの、スメイマというのは高尊ですね、高尊、正しく心を養う、全員一般の民衆は高尊だと言ってます。みんな親戚なんだと、一般の天皇にとって一般の民衆というのは全員親戚なんだ。 そのみんなで正しい心を養っていこう。しかるのちには六合合わせっていう、この六合っていう、六合って書いてこれで六合合わせなんですけど、東西南北で四合、これに天地の二つが加わって六つで、そのだから東西南北と天地を合わせる、六つ合わせ、都を開きて八甲ね、米蔵を作って、そして八甲っていう、この八甲というのは四方八方の八方のことを言います。だから東南とか南西とか言うじゃないですか、ね、東西南北に、もうちょっとくっついて四方八方の八方、八甲を置いて家となし床、これがいわゆる八甲一宇です。四方八方ね、みんなが一つ屋根の下に暮らす家族となって暮らしていこうよ。だってお兄ちゃんだったら弟が、ね、お腹空いたと言ったら自分のお菓子分けてあげるだろ。同じ家族であれば、ね、誰かが病気で苦しんでるってこと、いうことになればしっかりとみんなで面倒見ようとするだろ。食い物がないってことになれば助け合うだろ。親戚だったらそれやるだろ。だったら日本全体が親戚になろうよ。誰一人困るってるような人がいないような、そういう国をみんなで力を合わせて作っていこうよ。都を開きて八甲を置いて家となし床、八甲一宇です。この精神がね、八甲一宇っていうのは戦前の軍国主義の言葉だからいけないっていう人たちがいる。助け合って生きていこうっていう、その言葉のどこがいけないんですか。まして八甲一宇っていうのは別に帝国陸軍の言葉でもなければ帝国海軍の言葉でもないです。日本の建国宣言の言葉ですよ。
それ見るは、うねびの山のたすみ方、柏原の地は国の中、この地において暮らし、国知らしまも。柏原の地っていうのは盆地になっていて、年中だい、大体気温が一定していて、あまりジメジメしてないんです。だから、米蔵にはふさわしい。そこに都を作りましょう、ということで、神武天皇の建国の御事の祈りというものが発せられたということであります。はい、それでは、2時間目に入りたいと思います。よろしくお願いします。前段のところで、我が国の建国の御事のりについての解説を行いました。また学校で教えている歴史とか地理とかっていうのは実は社会科であって、本来の歴史教育とかあるいは地理教育っていうのは未だに再開されていない状況にあるといったようなこともお話しさせていただきました。で、今画面にご飯の絵柄が出ています。まあ、ご飯おいしいですよね。まあ、戦後日本人は小麦を食えという話になりまして、でこれはそれがいけないことっていうふうに、まあ、決めつけてしまうのもいかがなもんかとは思う部分があります。僕なんかが学校給食世代だったんですけども、当時の小学校の給食っていうのはコッペパンと脱脂粉乳とおかずがちょろちょろといったような格好で、でお金持ちの同級生なんかこんなまずいもん食えるかなんて言ってるやつもいたんですけども、僕なんかはもうコッペパンが美味しくてですね、いまだにコッペパン売ってるところを見るとパッと買いに行っちゃうっていう、大好きだったりしますけれども、まさに食糧難の時代に、たとえ家畜の餌であったとしても日本に大量の小麦をね、アメリカが提供してくれたっていうことのおかげで今僕らの命があるっていうことを考えると、それについてはやっぱり感謝っていうのをしていかなければいけないのかなというのは思ったりします。ただ学校給食というのを考えたときに、いまだに学校給食が昔のままの状況にあるというのはちょっといかがなものかなということもやっぱり思ったりします。学校給食で食べるおなすにしてもきゅうりにしてもかぼちゃにしても人参にしてもお大根にしても全部地元の畑で採れた作物であり、かつその今給食で目の前に出ているなすは、これ俺が作ったなすだぜって言って言えるぐらいクラスのみんなで協力して頑張って作った畑のお野菜が目の前の給食となって出てきているっていったような、そういう教育環境というのは食育ということも含めてこれからどんどん普及していくべきなんじゃないかなと思ったりします。で実際、そういう教育をやっているところもあったりします。そうしますとね、その目の前にあるおかずがただ目の前にあるおかずということではなくて、そこにあるキュウリとかおナスっていうのがストーリーがあるわけです。あ、このキュウリ作る途中でもう虫がついて大変なことになったんだよね、それお母ちゃんと一緒になってずっと青虫取りやったよね、草取りやったよね、で草取りやってたら、あ、そうそう、これ草取りやってる最中にさ急に雨が降ってきてもうびしょ濡れになっちゃったんだよね、といったような一つ一つの作物に全部ストーリーがある、思い出がある、それを一緒にいただくということになります。食べ物っていうのはちょっと前までは食べ物イコール栄養分であり、カルシウムが何パーセントで澱粉脂質が何パーセント入っているという、そういうものを体内に取り入れてるんだというふうに考えられていましたけども、今世界の最先端の食育教育というものを見ていきますと、食べ物をいただくというのはその食べ物に入っている栄養分をただいただくだけではなくて、その食べ物が持っているエネルギーを、そのエネルギーというのは食べ物が持っているその愛されて育てられたというそのエネルギーを一緒にいただいてるんだということが今すごく言われるようになってるんです。これね本当にひどい話なんだけど、日本ではテレビをつけるとどこそのレストランに行って このレストランの飯がうめえとか言って、まあ本当に一昔前までは大の大人が、しかも男子がですよ、男が飯食った時にうめえとかっていうこと自体が贅沢だと、うまいとかまずいとかぐずぐず文句言うもんじゃないと、目の前にあるものをしっかり食べるのが男なんだみたいに昔は育てられたもんですよね。ご年配の方だったら分かっていただけると思う。なんかこうおいしいとか言いながらうまいものばかり食べようとすると大体人間アホになるぞというふうにやって叱られたもんですよね昔はね。でもなんて言うんだろう、その美味しいかまずいか、あるいはどう料理したかっていうことばかりが
ばかりしかテレビでやらないじゃないですか。でもそんなつまんない番組作りやってるのって今世界広しといえども悪いけど日本だけですからね。海外旅行してで実際普通にテレビのチャンネルをひねるとどこの国でもどのおやこのお野菜がどうやって作ってるのか、同じオーガニックなんだけれどもね、その時に変な肥料は使わないでどういう肥料を使って育てに行ったのかという一つ一つのその食材がどういう経過で作られてきたから、だからこの食材は安心なんだ、この畑のものは安心なんだ、あるいは鶏卵、卵を一つ取ってみてもこの卵っていうのはこその鶏さんをこうやって育てていって鶏さんの餌にはこれを使ってるんだと、そして出来上がった卵もちゃんときれいに洗浄してから市場に出している、だからこの卵は本当においしいし安全だよねということをしきりにテレビでやっています。どうすれば安全な食べ物を得ることができるかっていうことが最大の関心事になってるんです。うまいとかお料理したものがうまいとかまずいとかっていうところが問題になってるんじゃないんです。あまりにも危険の多いものが、ね、世の中にこう溢れ返っている。確かに値段は安い、値段は安いけれども何食わされてるか分かったもんじゃない。そんな風なものを食べていたら本当に人間頭おかしくなってしまう。人間の体っていうのは食べたものと空気からしか出来上がっていない。これ今世界中で言われていることです。食べ物で食べたもので体が出来上がるってこれ分かりますよね。いやでも食べたものと空気から出来上がってるってなんで空気なんだっていうと、空気中に含まれている酸素、これを吸い込むことによって体内の食べ物が酸化されるわけです。食べ物が酸化されることによって消化吸収が起こるんです。この酸化作用を起こすためにはどうしても空気が必要になる。だから人間の体っていうのは食べたものと空気から出来上がっている。つまり空気が美味しいこと、そして食べてるものが本当に安全な食べ物であってろくでもない農薬がいっぱいかかっているとかっていうふうなことがないこと、このことで、そういうものはそういうちゃんとしたものは手がかかっているだけに値段も高い。どうでもいいような作り方しているものは値段も安い。卵が1パックオーストラリアですけども、日本円で大体80円ぐらいで1パック買える卵と1パックで1000円超えるものがあるんだそうです。で両方ともちゃんとスーパーに並んでる。で高いものは何で高いかっていうことがちゃんと説明書きがしてあるんだそうです。でどっちから売れると思うって聞いたから、やっぱり安い方から売れるんだよって言ったら、いやそんなことない、高いものから売れてくるんだって。どうとにかく安全で良いものを食べようというそういう熱意がものすごく高い。日本だけだそうです。そういうものが全くない。とにかく相変わらず安ければいい。でこちらですね、お米なんですけれども、水筒の品種別作付けの動向ということで2021年度のデータです。で作付けの割合っていうのが一番多いのはやっぱりコシヒカリ、次が一目惚れ、次が日の光、4番目が秋田小町 6.8%、 5番目が七つ星で 3.3% というふうなことになっているんですが、だからやっぱりコシヒカリ美味しいからよく売れるってこれは分かりますよね。で緑色がついている、この緑色がついている銘柄のお米何かっていうと、実は遺伝子破壊米と言われています、いうものです。放射線を当てて、で遺伝子っていうのは二重らせんの構造してますよね。この二重らせん構造の一部分を放射線を照射することによって破壊するんです。で破壊された状態で生育するっていうのが遺伝子破壊米と呼ばれるものになります。この緑色の印がついてるところ、あうちそのお米食べてるよっていう方、はい、うちもそうです、僕もそうです。ちなみに僕はですね、この中の9番目にあります絹娘っていうのが大好きで、もう本当にねご飯真っ白で炊き上がりがもう見た目がものすごく見事で、で冷たくなっても色変わらないんですよ、真っ白いまんまで、でとても美味しいんで大好きなんです。わざわざ取り寄せて買ってるぐらい。でもそれ遺伝子破壊米なんです。で遺伝子破壊米と遺伝子を破壊してないお米とどう違うかっていう、この
実例を見せます。これこの写真初めて見るっていう方います？はい、ありがとうございます。昔の古い写真です。日本人の普通のおばちゃん、当時のおばちゃんたちっていうのはだいたい平均身長145センチぐらいです。平均身長145センチのおばちゃんが米俵6俵担いでます。米俵1俵でだいたい重さが60キロです。6俵ということは6630で300キロなんです。300キロ平気で担いでるんです。こっちは5俵、5俵だって60キロの5俵ですから、5俵で300か、こっちはもっとです、360ですね、300キロ。今ね、ジムに通って筋トレやってムキムキになってるお兄ちゃんいるじゃないですか。あのお兄ちゃんだって300キロ担げられないですよ。でも昔の身長145センチぐらいしかなかった戦前戦地までのおばちゃんたちは平気でこうやって米なら担いだんです。そしたら最近ね、すごいの、もうびっくりしたのが、あのネットでこの写真ね、確かあったなと思って引っ張ったんですけど、そしたらこれは写真用にね、中にあの炭を詰めて軽くしてで撮っただけの写真だと、こんなことは現実には不可能なんだというふうなことを書いてるサイトがありました。わかりませんよ、僕実際に立ち会ったわけじゃないですから。ただいっぱい残ってるんです、こういう写真が。だから本当に担げる人もいたんじゃないかと思う。で実際子供6人ぐらい、子供6人ですよ、6人を両腕で持ち上げてるおばちゃんとかっていうの写真とかあるわけですよ。これはさすがに加工のしようがないですよね。で、お米の話なんですけども、正直なところ、この緑色の印がついてるお米いただいたときは、お腹はいっぱいになりますけど、力は湧かないです。ところが、ここには書いてないんですが、豊受米って言いまして、ゆいとらぼ先生っていう方が、豊受自然農っていう形で、本当に自然栽培やっているお米があるんです。炊き上がり白くないです。なんか、玄米ご飯ぐらい、ちょっと色がついたりしてるんですけども、この全く変な農薬も何にもかかっていない、昔ながらの製法でちゃんと作ったお米を炊いたご飯、これ食べると、とにかく朝食ったら夕方まで全然お腹空かないです。で、ものすごい力が出ます。はい。7時間連続講義っていうのがあるんです。この調子で、このトーンで7時間ずっと喋りっぱなしになるんです。しかも立ちっぱなしで。こちらの緑色のところのお米だと途中でへばります。その豊受米をいただいた時には全くへばらないです。まあ実際これ食べてみれば、経験としてわかるということがあったりします。で、どうして自然栽培したものが、自然の昔ながらの栽培方法で作った作物がいいのか、体にいいのかって言ったら理由があるんです。例えばキャベツってありますよね。キャベツを畑で栽培します。で、農薬かけないで栽培しようとすると絶対芋虫がつくんです。で、芋虫って体重の2万8000倍葉っぱ食うんです。体重、自分の体重の2万8000倍食うんですよ。どんだけ食いしん坊かと思いますけど。で、その芋虫が湧くと、もう畑のキャベツみんな葉っぱ食われちゃうんです。下手すら芯まで食べられちゃうんです。ところが土を、土壌を良くして、土壌を本当にいい土にして、で、できるだけ元気のいいキャベツが育つようにっていうことで大事に育てていくと、畑の周辺部は芋虫にやられるんだけど、真ん中辺は芋虫がつかないんだって。なんで芋虫つかないのかというと、ファイトケミカルといって、キャベツだって食べられてしまったらもう自分の子孫を残すことができないんで、ファイトケミカルって言って、食べさせないぞ、食べさせないぞ、食べるな、夜が来るな、近づくなと言いながら、体から緑色の毒素をいっぱい出すんだ。で、それによって毛虫がつかないってわけです。で、そうやってファイトケミカルになって、まさに虫を跳ねのけてきたような、そういうキャベツ、そのキャベツから種を取って、
でまた翌年その種をまくわけです。で土壌もどんどんいいものに変えていくわけです。そうすると良い土壌にその土地で一番合ってる良い作物、だって弱いやつはみんな虫に食われてなくなっていくわけだから、毎年毎年収穫のたんびに自然淘汰されていって、最終的に残るのはものすごく強い野菜が残るわけです。我々の祖先っていうのはそれを何十代にわたって、それこそ縄文弥生の頃からもう何十代にもわたってそれを繰り返してきて、今我々がいただくごぼうがあったりキャベツがあったりお大根があったりしてるわけです。それだけ日本の土壌に合ったお大根であり、日本の土壌に合ったキャベツであり、キュウリでありおナスであり、日本の土壌に合った玉ねぎなんです。そしてその土地の土に一番合ったものなんです。それをいただいて、それをいただく、つまり土地の持っているエネルギーを全部持っているお野菜をいただくことになります。お米も同じです。それをアメリカの何とかいう種も残すことができないように放射線を当てて遺伝子を壊してしまったその種を使って、で畑に農薬をもう山のように振りかけて作ったようなお野菜、それが本当もうそもそもそのお野菜自体体にいいわけはないわけですよね。やっぱりちゃんとしたものをいただく、家族の健康のために少々お値段は張るけれどもしっかりとしたものをいただくっていうことを我々やっぱりちゃんと考えていかないといけないということではなかろうかと思います。ちょっと衝撃的な表じゃないかと思うんですけど、この緑色のところのお米っていうのがだからダメだということを申し上げているんではないです。それなりにやっぱり一つ一つの銘柄っていうのは美味しいです。ただ例えば北海道産のお米の場合だと非常にこう、もちもち感が強いとかね、それから滋賀県産とか、それからこの辺のお米っていうのはあまりもちもち感はないけども、その代わり甘みが強いとか、いろいろやっぱり品種によって、違いはあったりします。どれをいただくかというのはそれぞれのお考えとか好き好きっていうものがあろうかと思います。ただ日本人として少しでも強いお米を、そしてまた人々にとって本当に力となるようなお米を、これを食べれるようにしていく、そしてそういう米作りを子どもたちも一緒になって行う、そういう経験というものを子どもたちにもしてもらう、で学校の給食に出てきたご飯がまさに自分たちがそうやって作ってきたお米が今目の前に並んでるんだ、 目の前にあるんだ、それをいただくんだと思えば、自然とお食事をいただくときには両手合わせていただきますっていう感謝の気持ちが湧いてくるんだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そういう教育をしっかり取り戻していかなくちゃいけない、それもやっぱり日本人としての建国の理念をしっかりと学ぶことによって分かってくることなんじゃなかろうかというふうに思います。そしてね、日本という国は大昔から健康と長寿というのをものすごく大切にしてきた国なんです。天然の災害が属する我が国で、誰もが豊かに安全に安心して暮らせるようなそういう社会を作る、そのために民衆こそが天皇の大御宝である、宝物なんだという考え方が生まれました。どうして民衆が豊かで安全で安心して暮らせるような社会にしなくちゃいけないのかというと、誰もが健康でご長寿っていうものを満喫できるように、ご長寿はご長寿でも健康寿命が長く持つようにっていうことを言うことがやっぱり日本人にとっては一番大事なこと、これ大昔からなんです。だから日本人というのは不思議な感性を持ってるんです。これ内閣の発足の時には大体この写真が出ます。こういうふうなね、内閣総理大臣が真ん中にいまして、で周りにずらりと閣僚が揃う、この写真見て、ああおめでたいな、幸せそうだなと思う方多分誰もいないと思います。なんだこの顔ぶれか、あ日本も終わりだなっていうことをちなみに岸田総理の悪口おっしゃる方いっぱいいるんですけど、お友達でして、僕は悪口言いません。この写真見ても幸せそうだなとは思わないでしょ。でもこういう写真見たら誰もが幸せそうだと思うんじゃないですか。お年寄りのおじいちゃんおばあちゃんを真ん中にして、
この写真だとおじいちゃんおばあちゃんですね、おじいちゃんおばあちゃんを真ん中にして子供たち孫たちそしてひ孫たちまでが一緒になって一枚の写真に収まっている。昔ほら金さん銀さんがなんかの写真で金さん銀さんが真ん中にいて子供たち孫たちひ孫までずらりと勢ぞろいしてるような写真なんかあったじゃないですか。あれ見たら誰もがああ幸せってこういうもんだなってこういうもんなんだなって思うんじゃないですか。日本では昔から健康長寿そして一族みんなが栄えていくことをこれを幸せっていうふうに考えてきた。だからこうなんですね、社会的地位や財力よりも健康とか長寿を大事にした。でこれはですね実際に証拠があるんです。例えば魏志倭人伝有名なね卑弥呼が登場する魏志倭人伝、これ見ると3世紀頃の日本の民間人の様子として街道を酒に富士男女別なしって書いてあるんです。街道っていうのは簡単に言ったら直来宴会宴会飲み会飲み会をするときにね座る席には親父だとかせがれだとか男だとか女だとかっていう区別がありませんよっていうふうに書いてるんです。だから偉い人が上座に座ってね、でだん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 末席に行くに従って あまり偉くない人っていうような座り方してませんよというふうに書いてるんです。でこのことをさらに裏付けてる文書がありまして、これが西暦868年頃に編纂された養老寮の注釈書なんですが、寮の集下というものがあります。この寮の集下の中に、この文章があります。ちょっと読み上げますね。諸国の村には村ごとに神社があります。西暦868年だから、まあ、一応仏教は伝来してきてますけども、諸国には神社があります。その神社に社官というのは今でいう宮司さんです。宮司さんがいます。人々はその、社官のことを社主と呼んでいます。村人たちが用事で他の土地に出かけるときには道中の無事を祈って神社に供え物をします。あるいは収穫時には各家の収穫高に応じて初穂を神社の神様に捧げます。神社の社主は捧げられた穀物を元手として稲や種を村人に貸し付けその利息を取ります。春の田んぼのお祭りのときには村人たちはあらかじめお酒を用意します。お祭りの当日には神様に捧げるための食べ物と参加者たちみんなのために食事を用意します。そして老若男女を問わず村人たち全員が神社に集まり神様にお祈りを捧げた後社主が重々しく国家の法を皆に知らせます。その後みんなで宴会をします。宴会の時は価格や貧富の別に関わりなくただ年齢順に席を定め若者たちが給仕をします。このようなお祭りは豊年満足を祈る春の祭り と収穫に感謝する秋のお祭りの時に行われています。まあ、このような記録があります。原文は昔の古い文語体で書かれているんですけれども、ここでね宴会の時の席次は価格や貧富つまり社会的な地位が高い低いとか あるいはお金持ちだとか貧乏人だとかっていうそんな区別なく単純年齢順に席を定めている。だから一番神様誰が座るかといったら村で一番のお年寄りって言ったら大体女性なんですよね、おばあちゃん。だおばあちゃんが一番神様に座ってで、そこからもう だんだん単純に年齢順でみんなが座る。お金があるとか社会的な地位があるとかっていうのはそれはその瞬間のことでしかない。誰もが健康で長寿であること、これを願う社会であるからこそ我が国では単純年齢順に席を設けていたんだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。そして世界の中で宴会の時の席順が単純年齢順という仕組みを持っていた国、今ここで寮の主義というのは西暦868年というふうに申し上げました。この西暦860年の寮の宗教の中にアルフビに曰くとして100年ぐらい前昔書かれた文書の引用があって、その引用した文書の中にさらにアルフビにということでこの文書が書かれています。従いましてこれは寮の宗教は9世紀なんですが、この様子というのは6世紀頃の日本の姿です。先ほど申し上げた魏志倭人伝は3世紀です。そしてこのお祭りの時に神社に集まって単純年齢順に席次を設けるというこの仕組みっていうのは
今でもちょっと田舎の方に行ったらお祭りの時の町内会の打ち合わせって全部この形でやってます。今21世紀です。6世紀や3世紀頃の日本の姿というのが丸ごとそのまんま21世紀の現代日本につながってるんです。これってまさに歴史がつながってるということです。日本は一度も滅んでいないということだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そしてね、そんな国って世界中どこ探してもないって言ったでしょ。そのことについてなんですけれども、これ世界地図わかりますよね、見たことありますよね。で、地図っていうのは北を上に書くでしょ。南が下、東がこっち側、西が向こう側ですよね。南を上に書く地図とかないですよね。全部地図ってこうなってます。で、これが我々現代日本人は当たり前だと思ってます。でもこれが当たり前になったのは13世紀以降なんです。世界地図というのは昔はこういう書き方をしていませんでした。じゃあどういう書き方をしていたかというと、東この地図で言ったらこっち側、これを上に書いていました。これが現物です。まずこの画面の向かって右側、ここにあるこの地図、これは中央アジアにありましたカラハン王朝というところに あった世界地図です。で、この地図が書かれたのが11世紀頃です。この11世紀頃書かれたこの世界地図なんですが、これがヨーロッパです。これがこの黒っぽいところ、これが地中海で、こちらにあるのはこれがアフリカです。そしてユーラシア大陸が半分から上のところです。東が上になってるんです。そして一番東のドンツキ、地図で言ったら一番てっぺんに当たるところ、このてっぺんに当たるところご覧ください。こっちの方がいいか。これが一番てっぺんです。何やら丸い印が書かれています。丸っていうのは、これは古来、まあ、例えばエジプトなんかの場合ですと太陽神ラ、つまりこれは太陽を表します。太陽、つまり太陽の国がユーラシア大陸の一番東の外れにあって、しかもよく見ていただくとこれ周りを全部海で囲まれています。こういうところがあるんですよというのが、これが11世紀の地図。そして同じく13世紀の地図、これがソーリー地図といいまして、これね、ソーリー地図、13世紀 あのこれは、カスピ海ってあるじゃないですか。カスピ海の大体、ちょっと西側ぐらいですから、今で言ったらウクライナぐらいのところにあった国です。その国で書かれた地図、これもやっぱり同じように東が上になってます。これがヨーロッパで、これ地中海です。地中海で、これがアフリカです。で、ここにあるこれがユーラシア大陸です。で、ユーラシア大陸の一番上、つまり東の外れ、その東の外れが世界の頂点、一番高いところに描かれておりまして、この世界の頂点のところにやっぱり同じように島があります。今度はまん丸ではありません。まん丸ではなくてちょっといびつな形をしてますけれども、やっぱり周り全部海で囲まれているというのはご覧いただいて分かっていただけると思います。文字が書いてあります。何て書いてあるか、ちょっと読みは違うんですけど、これパラダイスって書いてあるんです。パラダイスって天国ですよね。世界の頂点トップにはパラダイスがあるんだよ、天国があるんだよと信じられてきた。これ一体どこの国のことでしょう。そして同じく11世紀13世紀頃、世界ではこういう言い方もありました。蓬莱山不相の国。蓬莱山というのはこれかぐや姫の物語にも登場しますよね。貴族のあんちゃんが
かぐや姫にプロポーズするわけですよ。かぐや姫様、私の妻になってください。プロポーズするわけです。するとかぐや姫が、ならば宝来山にあるという金や銀をが枝につくという宝来山の木の枝を持ってきてたもれ。あ、お安いご用でさ、じゃあもうすぐ取ってきますからっていう言って、その貴族 の兄ちゃんが、兄ちゃんはかぐや姫の元を去って、で金細工師のところに行って、金物細工のお茶のところに行って、悪いけどこういうもの作ってくんねえかって言って作らせて、その出来上がった偽物をかぐや姫のところ持ってったんだけど、バレてしまって結局プロポーズに失敗しましたみたいな、そんな話あったじゃないですか、あのかぐや姫の中にね。そこにも登場します、宝来山で。宝来山っていうのはどういうところかというと、神仙、神様とか仙人が住む理想の国です。で、中国の古い文章の中には、海中海の中の神様の山、神山にして、誘導の門にあらずんば至るはあたわず、こう書いてある。東東の国 の書物、これには宝来は日本にありって書いてあるんです。つまり宝来山って日本のことを言ったんです。さらに不相の国、これも神仙の住む理想の国、中国の三海峡に東方の果てにあり、太陽が毎朝若々しく再生してくる不相寺という大寺のある国で、我が国でも11世紀に不相略記という日本の歴史書が書かれています。不相の国ってどこの国でもない日本のことを言うんです。宝来山も日本、不相の国も日本、そして宝来山とか不相の国というのは現代用語で言ったらば、これ天国のことを言います。我々日本人というのは天国の住民なんです。これ天国、実際天国に行ってしまったら、普通に考えるとね、我々日本人が考える天国っていうのは決して住みよいところではどうやらないんですね。っていうのは亡くなって天国とか極楽とか行くじゃないですか。そうするとそこはとってもいいところで、いつも美しい音楽が流れていて、いつも良い香りがして、で食べるものもいっぱいあって、ね、で、男性も女性もみんな美しくて、で通りで会うと、あら今日はお天気がよろしゅうございますな、はいそうでございますなと、ずっとやり続けてる。悪いけど3日いたら多分飽きると思います。特に男性の方であれば3日目くらいになると、すいません、天国来たのはありがたいんですけど、どっか一杯飲める店ないですかとかね、スマホないかとかパソコンないかとかで、女性の方なんかはもう天国行ったら逆にね、もう天国で、美味しいものいっぱい食べられるのはいいけれども、だけどうちの孫は一体どうしてるだろうか、うちのせがれ全くまたどっか行って遊んでるんじゃないか、うちの旦那またどっか変なとこで変な姉ちゃんに騙されてるんじゃないかとか、またうちの旦那競馬場行ってんじゃないの、どうしましょうとかね、いろいろやっぱりこう現世のことが気になっちゃって、のんびりと天国ライフを満喫できるなんていう心境にはなかなかならないかもしれない。でもよくよく考えてみると、さっき言った天国の定義、いつも良い音楽が流れていて、美味しい食べ物がいっぱいあってね、でみんなが優しくて、お互いに通りであったら声を掛け合うような国、そんな国考えてみたら、それ日本そのものじゃないですか。そして昔、この今申し上げた11世紀とか13世紀っていうのはまだ通貨がなかったんです。通貨がないっていうことは、結局何が一番値打ちを持ったかといったら、食べ物がある、そして飲み水がある、これが重要だったんです。飲み水が いくらでも好きなだけ飲み水を飲むことができる、顔を洗うときに手で水をすくってジャブジャブと顔を洗うことができる、ね、お風呂に入ることができる、お湯を沸かしてお風呂に入ることができる、それって世界中それが現実にできる国ってなかなかないんですよ。ドバイってあるじゃないですか。ドバイってめちゃめちゃ綺麗な街を作って、世界中のVIPがドバイに引っ越してきてちょうだいね、世界中の大金持ちが集まればドバイ はとてもお金がたくさんの国になって、ドバイは本当にいい国になるからということで、世界中のVIPを集めましたよね。ドバイはおかげで
本当に世界中の VIP、 ハリウッドの女優さんやら俳優さんやらみんなが集まるような国になりました。ところがそのドバイ、この半年ぐらいの間、続々とお金持ちさんたちが脱出してるんだそうです。なんで脱出するのかといったら、街は綺麗なんですよ。ビルも美しいんですよ。素晴らしいんですよ。ところが貧富の差があまりにも激しいんです。世界中からお金持ちが引っ越してくる。この人たちは金持ちですよ。でも現地に元から住んでる人たち、住んでる人たちって貧乏なんです。で、貧富の差が激しいから、ハリウッドの、ね、俳優さんが、俳優さんというか女優さんがちょっとこうスターバックスみたいなところに行ってコーヒー飲みながらハンドバッグを横にポンと置いてコーヒー飲んで、あら、あ、どうもこんにちはって挨拶の方向くじゃないですか。向いた瞬間にこのハンドバッグなくなるわけですよ。治安が悪いわけですよ。ドバイで小学生の子供が学校に行くのに、やっぱり親が直接車運転して送るか、あるいはガードマンを雇ってガードマンに学校までの送迎をしてもらわなくちゃいけないんです。そうじゃなかったら子供たちの安全保てれないんです。で、さらに最近ちょっと中東情勢が悪化しちゃいましたよね。結果、世界の VIP、 もう名前聞いたら誰もが知ってるような世界の VIP が今ドバイを抜け出してどうなったかというと、別な国に家を買うようになったんです。その国、なんていう国か、東京、大阪、広島、京都というところです。日本です。日本だったらまずパパラッチに追い回されるということがない。ハリウッドの俳優さん、世界的に有名な超人気俳優さんが普通に街を歩いていてもわーっと周り囲まれるなんてことがない。パパラッチに襲われる心配もない。大事な子供が学校に通うのに自分でランドセル背負ってね、電車乗って往復をしても何にも心配がない。そんなことが可能な国は世界どう探しても日本だけだって言うんです。日本は GHQ が入ってきていろいろいろんなことを変えられちゃったっていう部分もありました。日本のいいところが随分失われたと言われています。だけどこれだけ失われて日本人の民度が下がったって言われている、その日本が世界の VIP が最も住みたい国として名前を挙げて現に家を買って引っ越してくるぐらい素晴らしい国なんです。これって誰がそうしてくれたんでしょうか。我々のご祖先が一生懸命になって築いてくれた日本がまさに世界の中の天国と言えるような国だからこそ、日本はそういう世界中の人たちから見て羨ましい国になってるんだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。そんな日本は別に今始まったわけじゃないんです。11世紀13世紀の地図では日本が世界地図の頂点一番上に書かれていたんです。でね、じゃあどうして今では世界地図がこうやって北上に書かれるようになったかといったら、実はこれは13世紀から14世紀にかけてユーラシア大陸を席巻したモンゴルの大帝国の影響になります。モンゴルの大帝国はチャイナからヨーロッパの方に、東ヨーロッパの方まで全部征服しましたね。ユーラシア大陸最大の国家を形成しました。この時にジンギスカンの聖地といわれるモンゴル高原のあるところっていうのはモンゴルの大帝国の中で最も北側にあったんです。最も上にあったんです。だからそれまで東を上に書かれていた世界地図を世界地図がモンゴルの時代にモンゴル族が北方の遊牧民だったからということで世界地図が北を上に書かれるようになったんです。これが本当の歴史です。ちなみに今我々は1万円札とか1000円札5000円札といったようなお札を使います。アメリカに行ったらドルの紙幣があります。世界中どこでも紙の通貨を使っています。このペーパーマネー、これも考えてみると不思議なもんなんですよね。だって紙っぺら1枚が1万円分の値打ちあるわけですよ。紙っぺら1枚が1000円の値打ちあるわけですよ。どう考えても紙の値段とは考えられないぐらいの値打ちがその紙っぺらにあるわけじゃないですか。で、実は
紙の通貨、ペーパーマネーと言いますけど、紙の通貨を世界で最初に発行したのもモンゴルの大帝国なんです。モンゴルの大帝国が世界に与えた影響ってめちゃめちゃ大きいんです。だからペーパーマネーもそう。そして、モンゴルの大帝国がなくなった時、この時にペーパーマネーが本当に紙切れになっちゃったんです。でその時に力を持ったのが黄金経済、金、ゴールド、これがペーパーマネーに代わるものとして力を持つようになり、このペーパーマネー、この黄金をたくさん持っているところ、黄金を管理するところ、これが世界の中心を成していくようになっていったというふうに歴史が流れていきます。ちなみに、モンゴルの大帝国っていうのがなくなっちゃった、モンゴルがなくなって明国に変わった、モンゴルの 中華にあったあのモンゴルの国のことを元と言いますよね。元寇があった元、元がなくなって明になったっていうことは皆様よくご存知だと思うんですけれども、元のモンゴルの大帝国ってなくなってないんですよ。実はなくなってない状態で明国が出来上がったんです。でも元ってなくなっちゃいましたよ。元もなくなっちゃったし、モンゴル帝国も、まあ、基本的にはなくなったことになってますよね。そこら辺の歴史ってなんか不思議に思いません？実はチャイナにモンゴルの大帝国のうち本部にあたる元という国が出来上がりました。元は大変に栄えた国で、なんと人口が1億2000万人を数えるようになりました。だから短期間で非常に人口が増えたんです。ところが元の末期の頃、ペストが大流行するんです。このペストの発生源となった場所が中国の今の武漢です。武漢のあたりを発生源にしたペスト、これが大流行しまして、元の大帝国は人口1億2000万人のうち生き残ったのが2500万人だけ、つまり人口の8割が失われるということになりました。人口の8割が失われたということは、要するに5人に1人が亡くなったということです。1,2,3,4,5 となれば5人のうちの4人が亡くなっちゃった、1人しか生き残らないんです。でその元のペストがモンゴルの大帝国の物流ネットワークに乗っかって西へと流れていって、でヨーロッパ中世の黒死病の大流行というのを招いています。この黒死病はヨーロッパでなんと人口の6割を失わせています。で元の大帝国は人口の8割が死んでしまった、2割しか残ってないんです。もうだからあの国家の手を成してないです。地主さんだってみんな死んじゃってるわけです。でモンゴルの、王宮では、モンゴルの王宮の周りの漢族の人たちが全員死んでしまって誰もいない。でこのままいたら皇帝陛下も危ない、皇帝もこのままいたら病気で死んでしまう危険があるってなった時に、調べてみたらモンゴル高原の方っていうのは全くペストが流行っていなかったんです。全部病原菌が風で流されちゃう、全くペストが流行っていない。そこでモンゴルの王様や王族たちが全員モンゴル高原に帰っていったんです。そこだったらペストにかからないで済むから。結果元の大都って言いますけども、都はお城の中が空っぽになりました。空っぽになって誰もいなくなったところに、たまたま盗賊団をやっていた修験将というね、盗賊団の親方がやってくるんです。でお城に行って中覗き込むんです。門番もいない、誰もいないんです。ごめんください、誰かいませんか、おーい、なんか誰もいねえようだぜ、ちょっと中入ってみようかと言って、みんなで中に入って見ると目の前に玉座があるんです。誰もいないんです。おい、あれもしかしたら玉座じゃないか、いや多分そうじゃないですか、ちょっと誰もいねえから俺ちょっと座っちゃっていいかな、いや親もいいんじゃないですか、ちょっとぐらい座っても、よしじゃあ本当に座っちゃうよ、座っちゃうよ、本当に座るよ、よし座った、俺今日から皇帝、いや大将、修験僧の大将皇帝だって言うんだったら、なんか国の名前考えなくちゃいけないんじゃないですか。あ、そうだな、今までモンゴル族にな、牛耳られてとっても暗い国だったからな、
これからは明るい国にしようぜと言ってついた名前が民国と言います。嘘みたいな本当の話です。その民国は、チャイナにおいて人口が9500万人ぐらいまで復活します。でそこでやっぱりまた末期の頃ペストが大流行するんです。発生源となったのがやっぱり武漢です。で、やっぱり人口の8割が失われて、9500万人いた人口のうち人口が2000万人しか生き残っていない、あとは全部死んじゃったという状態になりました。この時に満州高原の方にいた愛新神楽さんが、愛新神楽さんという盗賊団の一味が都にまでやってきて、さっきと一緒、コンコン、ごめんください、誰かいませんか、誰もいません、誰もいない、あ、じゃあ玉座が空いてるから座りますせ、よし今日から皇帝、大将、皇帝になるんだったらなんか口の名前つけなくちゃいけないじゃないですか、病人が多いからな、これからは清潔な国にしようぜと言ってついた名前が清国と言います。疫病ってものすごく大きな影響を持ったんです。ところが日本、このモンゴルが滅んだペストの大流行の時代においても、ね、その後の民国が滅んだ時代においても、日本ではペスト流行してないんです。世界でペスト流行しなかったのは日本だけなんです。なんでかといったら、日本人は、ね、神社みたいなところでみんなが集まるときには必ず入り口で手を洗って口をゆすぐという習慣を持ってるんです。そしてハグっていう習慣がないんです。握手の習慣すらないんです。畳一枚分離れてこんにちはと言って頭下げる、お互いの唾液がかからない距離です。畳一枚分 1.8 メートル。もともと日本人というのは非常にこう衛生管理というものをきちんとやってきたという、そういう歴史も持っているわけです。とっても素晴らしいことではないかというふうに思います。ただその日本についてこういう話があります。8月革命説と言います。これは、東大の宮沢俊義教授なんかが説いたものなんですけども、1945年8月のポツダム宣言受諾によって日本において革命が起こって、主権の存在が天皇から国民に移行し、新たな主権者となった国民によって日本国憲法が制定されたと考える学説、これが8月革命説と言います。1946年昭和21年に日本国憲法成立の説明理論として東京大学名誉教授で憲法学者の宮沢俊義によって提唱された。でも実はこれはこれで正しいんです。ただしここで一つ理解しなければならないことがあります。ネーションとステート、日本語では単に国という言い方をします。でもネーションステートという言葉聞いたことあると思います。もともと国家、国という概念ってネーションとステートに分かれるんです。ネーションっていうのは文化的、言語的、民族的な結びつきを持つ人々の集団のことを言います。だから縄文以来続いている日本とか、今日の建国の御事のように神武創業以来の日本というのは、これはネーションとしての日本ネーションのことを言います。で先ほどの8月革命説というのはどういうものかというと、ステートのことを言います。ステートっていうのは国家、政府、行政組織などの政治的な組織のことを言います。だから日本戦後の日本ステート だけではなくて、信長や秀吉が力を持った四季報ステートの時代、徳川さんが力を持っていた徳川ステートの時代で、明治新政府、薩長ステートの時代、戦後日本というのは敗戦利得者ステートといいまして、なというような人たちがやたら得をする、そういう政府を作っている、これステートなんです。だから戦後の日本というのをステートと、日本国というのをステートとして考えれば、8月革命説というのは決して間違ったものではない。だけども我々が日本人という時は別に戦後の日本国、戦後の日本国民ということを意味してないわけです。我々が日本人という時には、そこで言う言葉の意味というのは、縄文以来ずっとこの日本列島に住んでいる先祖伝来日本人だという日本人のことを言ってるわけです。我々が取り戻そうと思っている日本というのは戦後ステートの日本じゃないんです。縄文以来続く神武創業以来の日本を取り戻したいということを思ってるんだと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。
で、そういう意味でこの8月革命説みたいなものもちゃんと分離して考えなければいけないということになるわけですよね。ところがそれが全部ごちゃ混ぜになってしまっている。で、そういう中にあって本当に日本をいい国にしていこうとかっていうことになってくると、大体こういう問題が起こってくる。大体こういう問題が起こってきます。とにかく人のこと悪く言う悪口ばかり言う。日本をしっかりと取り戻していきましょうなんていうことを言い出しますと、大体四方八方から徹底的に攻撃されます。日本は良い国だって言ったら、幕僚長クビになった人もいましたね。なんでなんだっていうことをっていう部分があるのと、もう一つ、今何かあると誰々が悪いというすぐにみんな悪者を作ろうとします。でもニーチェが言ってるんです。悪とは何か。悪とは人の名誉を奪うことである。人の名誉、結局悪口を100年言い続けたって何も変わらない。中国やアメリカに日本は随分お金取られています。日本の技術も吸い上げられています。だからといって中国の悪口を100年言い続けても中国は変わりません。もう2000年3000年ずっと変わらずにあの調子でやってきたんです。今更変われって言ったって変われるわけはないんです。アメリカだって、アメリカはまあ建国以来歴史は浅いですけども、だけどアメリカに変われって言ったってあの連中変わらないです。それに打ち勝つことができるだけの日本人に自分たちが積極的になっていくということの方がはるかに大事なんですよね。十七条憲法にもこんな言葉があります。和をもって尊し人なし、逆らうことなきを旨とせよ。ここで言う逆らうというこの言葉なんですけども、現代用語の逆らうっていう言葉とはちょっと違います。この立身弁に五の子っていう字で、これで逆らうというふうに読むんですけども、この字って実は呪いのための呪術道具を意味する言葉です。だからよく牛の国参りかなんかね、この恨み肌やさで国名かカツンカツンとかやるじゃないですか。あの道具のことを意味している感じになります。だから和をもてたっとしとなし、人を呪っちゃいけないよって言ってるんです。人を呪うっていうことは人の悪口言うってことです。で、人誰でもみんな党がある、また何でもかんでも分かってるような悟ってるような人っていうのはほとんどいませんよと。そこで神やわらぎしも結びてことをあげつらう、みんなでしっかりと議論する、みんなでしっかりと話し合っていくときに断りっていうのはおのずから通じるもんなんだよ。で、実はこれって英語圏における、アメリカにおけるディベートもこの考え方を実は採用してるんです。ディベートって一つのテーマに基づいて賛成派と反対派に分かれてお互いに徹底的に議論するのがディベートじゃないですか。でもあのディベートって唯一絶対のルールが一つだけあるんです。どういうルールかというと、相手に対する人格攻撃をしたらその瞬間に攻撃をした側が負けなんです。これがディベートのルールです。分かりやすいのは 小学生の喧嘩。例えばその、給食は10時に始めた方がいいのか11時半に始めた方がいいのかということでお互いに一生懸命議論したとしますよね。ディベートで、じゃあ俺10時と、じゃあ俺11時半と、よし、よーいどん。やだ、弁当はやっぱりお昼に食うなら10時が当たり前なんだよ。いやいや、お腹すくんだから10時半に早く食べて、早く昼休みの休憩時間もらって運動場行ってみんなでサッカーやった方が楽しいじゃない。いやそれだったら別に10時から1時間余分に後ろ伸ばせばいいだけのことじゃないかとかって、まあ、こういう議論しますよね。で、そのうち議論が白熱してきて、10時でいいって言ってんだろお前な、おめえそれが何で分かんねえんだ、おめえの母ちゃんデベソだぞって言った瞬間にデベソ発言した方が負けです。だって母ちゃんがデベソだっていうことと昼飯の時間を12時にするか11時半にするのかっていうことは何の関係もないじゃないですか。お母ちゃんがデベソであろうがヘベソであろうがそのこと議論には何の関係もないでしょ。でもそれと同じことが今日本国内でたくさん行われてます。本当に今日本30年間不況の状態にあって何とかしなくちゃなんねえぞっていう時に、あいつが悪いこいつが悪い、あいつのせいだこいつのせいだ、誰か悪者にする、それでなんとなく留飲を下げて分かっているような気になっている。それって良くないと思います。こういうこれも実は昔から言われていることです。聞いたことある方もいるかもしれません。人間は生きてる間は肉体がある、
肉体はみんなそれぞれ別だから、自分があって相手がいる。だけど死んで魂になると、魂の次元っていうのは死後がないんだよ。だから人の悪口言うじゃないですか、 A 君はアホやとかって言ったとすると、魂の次元になると A、 自分は A 君はアホだと言ったつもりなんだけど、魂の次元には A 君はという死後がないから、アホだって言ったことになる。つまり僕アホでーすって言ったのと同じことになる。まあ、現代風に言いますと、集合意識という言葉があるように、魂の次元ではみんながつながっているから、他人の悪口を言えばそれはそのまま自分の悪口を言っていることになると。同様に自分で自分を拒否すれば周囲からも拒否されるようになる。で、自分を愛し、そして周りの人たちを愛する。そうやって主語がなくてもやっていくことができるような生き方をすることが大事なんだという、これ結構古い時代から言われていることなんだそうです。で、これについて吉田松陰がこんなことを言ってます。吉田松陰が水戸藩郷士の堀江勝之助という人に送った文書です。原文は上なんですけども、下の現代語訳のところ読んでいます。天照大神様のご神勅に、棺の栄正信こと安倍氏とともに極めになかるべしとあります。そしてご神勅の通り、日本は未だ滅んでいません。これ幕末の動乱期ですよね。動乱期ではあるけれども、未だ滅んでいません。日本が未だ滅んでいないから、日本が正気を取り戻す時が必ずやってきます。ただいまの時事問題に頓着して、簡単に日本が滅びるというのは、ご神勅を疑うという大変重い罪ですと。これ吉田松陰の言葉です。でも最近多いですよね、 YouTube が何かつけると、2025年には日本滅ぶんだ、2030年には世界がなくなるんだ、2045年だったら地球がなくなるんだ。ほんまかいねんと思いますけど、結構まことしやかに語ってる人多いじゃないですか。でもそれはご神勅を疑うという大変重い罪なんだ、このように吉田松陰は言っています。我々日本人なんです。このように極楽浄土を作ってきた、このように天国を作ってきた、そういう民族なんです。その日本人としての知恵を改めて取り戻すことによって、日本は再び復活することができる、そういうもんだというふうに思います。長谷倉美幸先生っていうすごくお世話になっている先生がいて、その本がこの夢を叶える未来を開く鍵、イマジナルセルという本を書いています。この本半分絵本になってまして、非常に読みやすい本です。で、この本の中に書いてある言葉をちょっとご紹介したいと思います。イマジナルセルと言います。イマジナルっていうのは、これは成虫のことを言います。昆虫の成虫だから、イモムシの成虫がアゲハチョウですよね。アゲハチョウがイマジナル、これ成虫です。セルっていうのは細胞のことを言います。だからこの場合で言う、これがアゲハチョウ、成虫なんですけども、アゲハチョウがまだイモムシだった時代に、このイモムシの体の中に、俺本当はイモムシじゃねえんだよな、俺本当は蝶々になってるはずなんだよな、なんでこんな葉っぱの上這いずり回って葉っぱばっかり食ってんだろう、本当は大空をこうパタパタと羽ばたいて俺は花の蜜を吸ってるはずなんだ、なんて言い出すとんでもないやつが現れるんです。体までイモムシなんです。ところがイモムシの体の中で、その中の一つの細胞が、いや俺は本当はイモムシじゃないんだ、蝶々なんだぜって言っても、イモムシには免疫系システムがあるんです。この免疫系システムによって、その目覚めた俺は蝶々なんだと言ってる細胞って、次から次へと殺されていくんです。次から次へと。ところがそれでも、いや俺はイモムシじゃねえ、蝶々のはずだ、俺は蝶々の羽になるはずだったんだ、あなたもそうなの、私は本当は蝶々の面になるはずだったの、わあんたもそうなんか、お二人さんちょっと待ってくれ、足はね、蝶々のこのストローのような唇になるはずだったんだ、あんたもそうなの、おい三人さんちょっと待ってくれ、俺は蝶々の胴体になって空を飛んでるはずなんだ、みたいなことで、次から次へと細胞たちが現れてきて、この細胞たちがだんだんコミュニティを作るんだって。初めは単独なんです。単独でいたら免疫システムに殺されるんです。
ところがみんなでだん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 集まってくるようになってくると、ある日イモムシの体の中でティッピングポイントっていうのが起こるんです。ティッピングポイントっていうのは何かっていうと、イモムシの免疫システムがイモムシ細胞 の味方をするんじゃなくて、ある日寝返って、俺たちは長女なんだと言っている細胞の味方をするようになるんです。そうすると何が起こるかというと、イモムシの体の中でイモムシの免疫システムがイモムシ細胞 を攻撃するようになっちゃうんです。ティッピングポイント。そうするとイモムシはイモムシとしての体を維持することができませんから、そこでサナギになるんだそうです。でサナギになると、そうするとこのサナギの中で何が起こっているかというと、イモムシの細胞がどんどん溶かされていって、そしてこのサナギの中で蝶々の体がどんどん出来上がっているわけです。そして蝶々の体がサナギの中で出来上がると、ある日サナギを破ってこの蝶々が出てくる。そして羽を広げて不安不安不安と言って大空を舞い始める。イモムシの頃は目玉はたった6個しかありません、ね、目玉が6個っていうことは両目と眼鏡と合わせて4つ、それに今度は本の見開き2ページで、これ で6つなのかもしれない。ところが蝶々になると片目だけで1万9000個あるんです。つまりインターネット時代、さまざまな情報をいっぺんに取ることができるようになる。そして大空を自由に羽ばたくことができ、さっきも言いましたように食べるものも今までは苦い葉っぱだった、今度は花の甘い蜜を吸うことができるようになる。変わることができるんです。それは単独の力ではない、コミュニティの力、みんなで力を合わせていったときに日本は変わることができる。そういう意味で今日本は大きく変わろうとしています。その大きく変わって、そして大きく変わることによって、我々が生きた昭和、そして平成、令和、この時代よりも我々の子供が生きるこれからの時代が今までよりもはるかに素晴らしく、そして子供たちにとって孫たちにとって素晴らしい日本になっていくように、今私たちができることを精一杯皆さんと共にやっていきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、ということで、ちょうどお時間になりましたんで、お話の方以上としたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。心から感謝申し上げます。